皆様こんにちは、小橋恵です。今月も青山ブックセンターさんのご協力のもと、毎月おすすめの本をご紹介していきます。皆様こんにちは、小橋恵です。今月も青山ブックセンターの山下さんとともにお送りします。山下さん、よろしくお願いします。あっという間に2015年も終わりに、ね、年末感が漂ってます。漂っていまして、はい、急遽今年心に残った本を、はい、ということだったんですけれども、山下さんのおすすめ、そうですね、このコーナーでも紹介させてもらった、はい、まあ、みんなバーに帰るっていう、うんうん、やっぱりすごい心に残ってるし、うん、印象に残りました。私もこれは初めての泥酔文学で、うん、を読んだなと思って、はい、面白かったんですけれども、うん、なんか残りますよね。残りますよね、うん、どこがって言われるとまたちょっと難しいんですけど、はい、なんか全体の世界観がそのまま印象深いなっていうのはあります、うんうん、二日酔いのお酒がちょっと残ってる感みたいなです、はい、っていう感じで、ね、はい、ありますよね。あります、はいはい。でまあ、ちょっと紹介してなくて、はい、ここでは、まあ、うんうん、イベントもやっていただいた、まあ、岸正彦さんの断片的なものの社会学、はい、まあ、後ほど挙げられるあのミランダ・ジュライのちょっと普通の人にインタビューしていくっていう、はい、うんうん、もうちょっと社会学寄りなんですけども、はい、やっぱりその個々に物語があって、はい、まあ、そこからなじゃあ何がっていうのは具体的にはないんですけども、うんうん、はい、ただ今なんか答えばっかりとか効率ばっかり求められてる中に、中で他にももっと大切なことがあるんじゃないかなと、なんか気づかせてもらえる本です。これ気になってるんですよ。これはもうイベントもそのアセンションフェアもやらせてもらって、ものすごい当店でロングセラーになってるものであります。はい、読んでみます。はい、すみません、もう一冊出しました。これも同じく朝日出版社で、本切り型社会で武田砂鉄さんなんですけども、武田砂鉄さん、はい、で、まあ、デビュー作であったんですけども、うん、まあ、ある言葉だったりフレーズだったりとかがもう、こう何も思考もなく使われているものに対してこうツッコミをどんどん入れていくみたいな形なんですけども、はい、そこからまあ社会を読み解いたりとか、まあ、その武田さんのスタンスが見えたりするという、はい、うん、これは小説、小説ではないですね。ではないですね、はい、まあ、社会学の一種だと思うんですけど、うんうん、すごい面白いので、すごくシンプルな表紙ですよね、はい、先日このドゥマゴ文学賞も受賞されて、はい、うん、藤原新也さんが選んでたんですけど、これもおすすめです。気になります、はい、ありがとうございます。私はなんかどれにしようと思ってふっと思い立った2冊がどちらも山下さんおすすめの本だったなと思ったんですけど、やっぱり自分ではなかなかパッと本屋さんに行ったりとかで選ばなかったかもしれない本っていうのがすごい2冊ともだったんですけれども、はい、やっぱりこの本屋会議はこの1年本の恵みをこの青山ブックセンターさんの開店前の本屋さんでさせていただいたこともあって、すごくやっぱりこの1年は本屋さんと自分っていうことも考えるようになった時に出会った1冊でもあって、やっぱりその本だけじゃなくて本屋さんってについてをだけをこう書いてまとめた一冊ということで、とても心に残っていて、これも青山ブックセンターさんでずっとロングセラーで、売れてますね、はい、うん、出ているんですよね、はい、ということで、はい、でそれとこの間ご紹介したミランダ・ジュライのあなたを選んでくれるもの、うん、ね、うん、これもやっぱりそのさっきの断片的な社会学でしたっけ、はい、断片的なものの社会学と一緒で、ちゃんとこう答えがすぐ出るものでもなかったりするんですけれども、一人一人の声を、その生の声を、生きている人の声を丁寧にすくい取ってあるっていうのと、その今のネット社会というか、そういう中でネットを使ってない人たちがどういうふうに生きているか、それをミランダ・ジュライが手探りで一つ一つ掴んでいったっていうのがとても面白いなと思って、私これを読んでからちょっと人に話、知らない人に
話しかけそうになることがあって、昨日もコンビニに行った時にコンビニの店員さんがすごく明るくて、ものすごい明るい、結構高いテンションで、いらっしゃいませ、ありがとうございます、あ、いくらでございます、いくらですみたいな、ずっと笑顔なんですよ。どうしてこんなに高いテンションを保てるのかなと思って聞いてみようかなって思ったんですけども、ちょっと変な人に思われるかなと思ってやめたんですなんか多分ちょっとこの本の影響を受けてるかなと思って、はい、そんな感じの、はい、2冊で、どちらも山下さん、はい、ありがとうございます。じゃあ今月もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは今月もおすすめの本をご紹介していきたいと思います。まずは山下さんからお願いします。はい、動きの悪魔、はい、ステファン・グラビンスキー、柴田彩乃さん役です。はい、これはポーランド小説、はい、そうですね、はい、短編集なんですね。さらに鉄道怪談集という、はい、マニアックっちゃマニアック、かなりマニアックな内容です。はいはい、この動きの悪魔、全然知らなくてこの小説を、はい、動きの悪魔っていうタイトルからで、こういう列車の表紙があって、なんだろうと思ったら、こう鉄道とか動きに魅せられてしまった人たちの話なんですよね。はい、みんな多分その鉄道やそのにまつわる事柄にこうとにかく執着していくっていう話なんですけども、多分その執着だとかちょっと SF っぽいとこだけ取ると確かになんかそういう変な話で終わっちゃうんですけど、その執着していることと精神的なこととその事柄が一致するので、なんかすごい自然と読めるというか、なんかあんまり不思議な話ではないのかなっていう感じはしました。なんかちょっと身近に感じてしまうというか、はい、それは多分すごい異常なぐらいに執着していることによって、はい、そういうふうに感じ取れたのかなっていう、なんか不思議な小説でした。不思議な小説ですよね、はい、その短編で最初の方は、はい、最初のこの音なしの空間っていうのはちょっとポッポ屋じゃないけれども、そのぐらいふんわりと、はい、ふんわりと切ないみたいな感じで始まっていって、るんですけども、だんだんとこう暗闇に入っていくような、そんな感じですよね、はい、おっと思って、はい、で最後のこのトンネルのモグラの偶話にというお話では、はい、もう動きも電車も止まっていて、うん、ホラー穴の中にずっといる男の話、はい、になって、うん、短編なんだけれどもなんとなくつながっているような感じがありました。ね、これはあの今年出た小説、出版された、日本では出版されたものだけれども、はい、うん、100年前に書かれているんですね。うん、ちょっとびっくりしたのが、役者後書きで、はい、あのこの作家ステファン・グラビンスキーがすごく信心深い人で、子どもの頃から虚弱で信心深かった。ある時学校友達が誤ってペン先で彼の右手に怪我をさせ、その傷からひどい感染症になり、あわや右手切断になりかけたところを神秘的な民間療法士に救われたという。だがグランビンスキ自身は回復したのは何か正体不明の力が介入したからだと信じていた。この闇の力は晩年まで彼につきまとうことになるって書いてあって、そういう小説には出てますね出てますよね、はい、なんだかちょっとこうその神秘的なというか、ものが神様まではいかないんだけれども、うん、その列車に乗っていて彼岸に到達するような何か違う時空に行ってしまうっていうのがすごく自然に描かれていて、うん、あれこれ何書いてるのかな、あこういうことかっていうふうにふっと時空を飛んでしまうような感じが、その100年ぐらい前のものとはあんまり感じられないっていうか、はい、なんかそこは人間あんまり変わってないのかなって、そういう、そうですね、思いますね。はい、もちろんですね、役が今だからっていうのはあるかもしれないですけど、はい、うん、何かすごい新鮮な、そうですね、こういう文学もあるんだなって思って、かなり面白くて、はい、はい、なかなかこれをきっかけに、ね、ポーランド文学も他にもいろいろあるみたいなので、はい
頑張って読んでいきたいと、はい、頑張って読んでいきます思います。よろしくお願いします。はい、そんな動きの悪魔をお送りしました。では私のおすすめの本をご紹介していきたいと思います。西川美和著、長い言い訳です。この小説は映画監督の揺れるやディアドクターを撮った西川美和さんが書かれた小説なんですけれども、はい、あらすじをご紹介すると、はい、長年連れ添った妻夏子を突然のバス事故で失った人気作家の津村家、悲しさを演じることしかできなかった津村は同じ事故で母親を失った一家と出会い、初めて夏子と向き合い始めるが、ということで、その交通事故で、バスの事故で妻を突然失ってしまったんですけれども、世間から見ると突然妻を失った人気作家、悲しみに暮れているだろうという目で見られているけれども、そのもう妻に対してはちょっと愛情が薄れていて、完全にこう決別はしていないけれども、もうちょっと他に恋人、彼には恋人もいてという中での死で、どうしてもその死をどう受け止めていいかわからないというのがすごく丁寧に描かれていたなと。やっぱりそのあるか、そのもう一つの家族との交流について、今まで気づいてなかったことにどんどん気づかされていくっていう、最後のところとかは、まあ、はい、すごく良かったなって、良かったですね、はい、思います。この主人公の彼とは対照的に、その出会った家族の夫の方は、その妻が女友達と旅行に行って、行ってる先で事故に遭って2人とも亡くなって、はい、その妻の友達の家族で、そうですね、はい、でその旦那さんの方はとても妻を愛していて、本当に悲しくて、でお父さんと子供が2人いるんですよね、小学6年生の男の子と、はい、まだ幼い娘がいて、はい、で突然母親が亡くなってしまったので、いろいろ家の中が混乱して、お父さんはトラック運転手だから結構家にいないこともあって、っていうので、この作家の津村圭さんが週に2回この家族のところに通って世話をしていくというところで交流がね、はい、生まれていくんですけども、そのあたりがすごく面白かったですよね。勝手に親近感を、その子供が苦手だったりとか。あ、そうなんですね。そうなんですか、ね、すごい。すごい、あ、分かるわとか思いながら読んでました、はい、分かる。なんか懐いてくると可愛いんだけれども懐かないともどうしていいか分からないみたいな感じで、はい、あとこの書かれ方が、その津村圭さんの語り口だけじゃなくて、どんどん変わっていくんですよね、相手のトラック運転手とか、あとこの作家の担当の編集者さんとか、恋人とか、ね、最初の方は妻も出てくるしっていうので、やっぱり人は一人で生きてはいなくて、ね、いろんな人との関わりの中で、同じ、そうですね、事柄に対してもみんな見方が違ったりして、はい、まあ、それはが集まることによって、まあ、はい、一個のことにたどり着くみたいなのがすごい感じましたね、はい、ですよね。失ったからすぐ悲しめるわけではないっていうのもすごいわかるし、逆にまあ、そのもう一つの家族の旦那は ものすごく感情を最初から出してて、はい、でも出してたけど結局消化しきれてないかったっていうのが多分やっぱり描かれてるので、違いに何が正しいっていうのがまた全然違うなっていうのも同じく感じました、はい、そうですね、はい、なんか私は今年母方の祖母と父方の祖父が亡くなったんですけれども、だからお葬式最初から最後までずっといて、最後に棺のところに入って棺を閉める前にみんなでこうお花を入れて最後のお別れをみたいな家族があるんですけれども、結構私の両親や周りの人たちは饒舌なんですよね、いっぱい話しかけるんです、
だけど私はなんかどう話しかけていいか分からなくて悲しいんだけど、なんだろう、今こうやって話しかけても伝わるのかなとかそういうふうに考えちゃったりして、あでも何にも話しかけない私は冷たいのかなとかいろいろ思っちゃったりしたんですけれども、でもこの本を読んでやっぱり死というものに対しての受け止め方は人それぞれ違うんだなって、ここに出てくるあのトラック運転手の息子さん、小学6年生の男の子も僕は全然泣かなお葬式の時に泣かなかったんだっていうことをちょっと自分の中で引っかかってるんですけど、まあそういうことってあるかなっていうふうな感じでちょっとこれを読んで癒されたというか、うん、あってこの長い言い訳っていうタイトルもいいですね。途中でずっとこう本当に最初から最後まで言い訳をしているような感じで、その言い訳が終わったところがとってもいいなと、はい、映画もすごい楽しみですね。映画楽しみですね。元木さん主演っていうのが分かってたので、はい、そのイメージでしか読めなくてぴったりですねちょっと口うるさいお母さんみたいになっちゃうような母性も父性も持ち合わせて当て書きしてるのかなっていう感じぐらいなんかうん思いました、はいね、最初からやっぱり映画化も決ま映像化も想定して、ねまあ、監督なので、まあ、どっちのイメージも感じるのかなっていうのはうん、はい、より感じますね。はい、なんか時々そういう、 こう最初から映像化なのかなっていう本を読んでるとすごく最初から最後まで映像的に読んでしまうんですけれども、ここはやっぱりなんか文体の面白さもたくさんあって、なんかノベライズではなくやっぱり小説としての面白さがすごくあったなと思って、ぜひこれは映画見る前に、ね、読んでもきっと面白いと思います。面白いと思います。はい、そんな西川美和さんの長い言い訳をお送りしました。はい、それでは今年最後のエンディングトークとなりましたが、はい、山下さんがまた新しく、はいそうですねはい、前回も前も紹介してもらった1号のボーダーの2号目がようやく出ました。はい、今回は実際ニューヨークとロサンゼルス、まあ、レコードストアライブと、まあ、あとそのちょっと大きめなライブのフェスが LA だったので、はい、その模様を紹介しています、はい、これもまた山下さんが写真を、そうですね、写真を撮らせてもらって実際にニューヨークに行った時に、はい、そうですね、はい、まあ、前回よりちょっともっと文字数もすごい増えて、はい、より雑誌的にできたのではないかと、これは青山ブックセンター本とまあ、六本木と、はい、まあ、ビッグクラブっていうレコード屋と、はい、まあ、今ちょっといろいろ取扱いの店舗が増えてきて、はい、地方でも若干あるのでぜひお求めいただけたらと思います、はい、ぜひ、はいはい、さっきなんかちょっと今売り切れてて、そうですね、ちょっとすみません、自分気づいてなかったんですけど、はい、売り切れてますけど、はい、すぐ追加するので、はい、うちでもよろしかったら、はいはい、ぜひ、はい、私は変わらず小井戸君、この間のトークイベントを書評家の豊崎由美さんとさせていただいて、なんか自分の本についてのトーク何話したらいいのかなとか思ってたんですけれども、結局豊崎さんがもうリードしてくださっていろいろ、はい、で最後はあの自分の今年心に残った8冊を紹介して、やっぱり本屋会議と、うん、あとあなたが選んでくれた、ね、はい、あなたを選んで、あなたが選んで、はい、ミランダジュライの本とか、はい、だったんですけど、すごい楽しくって、うん、なんか、はい、またやりたいなと思いました、はいはい、年末年始はゆっくりされるんですか。そうですね、特に何も予定はないです。いいですね、ファイトしないない一応30日まで、はい、とても営業してますので、はい、年始が4日から、はい、30と4日がちょっと短縮営業になるので、はい、気をつけていただければと思います、はいはい、じゃあ来年もよろしくお願いします、 それではまた来年お会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。皆様良いお年を。
こんにちは、小橋めぐみです。この度私の初めての読書エッセイ集恋読本に恋した2年9ヶ月という本を出すことになりました。これは海外ミステリーから日本の小説、エッセイやノンフィクションまで97冊の本との出会いや日々の出来事などを綴った約3年分の読書日記です。また今回私の大好きな書評家の豊崎由美さんとお話しする機会をいただきまして、そのお話の内容も本の中に入っております。これを読んでくださった方がまた読みたいなと思う新たな一冊が見つかったらとても嬉しいです。恋読ぜひお手に取っていただけたらと思います。よろしくお願いします。